道の駅吉川当時の里は、新潟県上越市吉川区当時の里にある、新潟県道30号、荒井柿崎線の道の駅である。吉川区は良質な土壌、日本海からの風、岡見岳のぶなし前林から流出する良質な水源に恵まれた米作的地であり、古来米作が盛んで、現独時代からは甘草へ米を利用した酒造りが行われてその技術者が、 当時として各地に赴き、吉川当時としてその名を馳せていた。現在では、吉川区は南魚沼と被験するコシヒカリ産地として有名であると同時に、当時、蔵人が多数居住しその多くが、酒屋門としての知識を応用して酒造に最適な酒米を作っているため、新潟で一番の酒造工的米、500万国の産地となっている。また同地では20年前から、 山間地域の棚田で最高級芝米、山田錦の栽培に取り組み、長田農法による高品質の山田錦栽培に成功。この酒米を使った大銀醸はアメリカのコンテストで金賞を受賞している。道の駅当時の里には、その酒米を使用した日本酒を作る酒蔵、吉川当時の里が併設されており、酒蔵のある道の駅として異色の存在であり、 その産品は、吉川、当時の里売店で販売されている。また当期には、酒造りの模様が見学できる。酒蔵としての吉川、当時の里は、米の味わいを生かした料理に合う、飲み焼きしない酒、米、水、技術、すべてが地元産100%の真の地酒を標榜しているが、近年国内外の官評会での受賞を重ね、評価を高めている。 吉川町や吉川農協などが出資して1999年に設立された第三セクターによって酒造り施設。吉川、当時の里が整備され、2000年7月にオープンした。ありがとうございます。